私が学生時代に一番力を入れた経験は、本当に思い浮かばないだったらすいません、答えないです、いいんです。みんなで一緒に就活しようね。どうもこんにちは、新大理就活メンバーの高橋涼香です。本日も模擬面接の企画となっておりまして、今回は同じく新大理メンバー就活生のゆかちゃんが模擬面接をする企画となっております。平さん、自己紹介の方お願いします。はい、ザクー株式会社の代表をしております平と言います。よろしくお願いいたします。新卒で伊藤忠商事に入りまして、その後インターネットの仕事がしたくてアメリカオンラインドットコムを AOL という会社に転職しまして、その後同じようにインターネット接続プロバイダーのソネットのお仕事をソニーでして、海外で転職しまして、日本に戻ってきて Google に入りまして、 Google で約弱やって、それから2014年に起業して今のザクーをやっております。じゃあゆかちゃんも自己紹介お願いします。日本大学経済学部宮下ゆかです。では模擬面接始めていきたいと思います。はい、では模擬面接を開始したいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では宮下さん、簡単に自己紹介をしていただいていいですかね。はい、はい、私、日本大学経済学部産業経営学科から参りました宮下ゆかと申します。私が学生時代に一番力を入れた経験は焼肉店のアルバイトでございます。まだ成長段階の企業だったんですけども、店長や社員のアルバイト全員で売上向上に取り組みました。また現在は YouTube で動画を通して新卒採用向けに情報配信でしたり、企業の採用広報をしている株式会社ダイアリーという企業で長期インターンをしています。主に営業を担当していて、また動画の企画作成出演も兼ねています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いろいろやってるんですね。ありがとうございます。早速ですけど、はい、挫折経験教えてもらってもよろしいですか。私の挫折経験といたしましては、高校2年生の冬にダンスの練習中にバク転で怪我をしてしまい、スランプに陥ってしまったことです。優勝経験のあるダンスチームに所属していました。私も優勝を目指してチームで頑張っていたんですけども、バク転の練習中にチームメイトと接触してしまい、怪我をして腕を骨折してしまいました。そのことから私は2ヶ月間全体練習から離脱することとなりました、はい、大会に出れなくなってしまう不安で胸がいっぱいになって、早く練習に参加したかったのに、いざ練習に参加しようと思うとバク転で怪我をしたことの恐怖で思うように成長できませんでした。加えて筋力低下が原因でダンスのキレも悪くなっていました。そこで私はスランプに陥ってしまいました、うん、でもその恐怖心とじゃあ戦っていかなきゃいけなかったんですね。はい。どうやってそれを克服したんですか。まず日々練習できない自分だったり、大会に出られなくなってしまう不安でただただ悔しかったんですけども、チームメイトの練習を見学しに行った際にキラキラ輝いて踊っているダンスのパフォーマンスをしているチームのみんなだったり、スランプに陥っているのにもかかわらず明るく優しく迎えてくれたみんなに心が動かされて、もう絶対に逃げないと決心しました。ところがやはりその怪我が原因で筋肉低下でしたり、またその心の問題でバク転がもう飛べなくなっていました。そこでまず筋肉をつけるためにバク転には上腕三頭筋という筋肉が必要だったので、はい、上腕三頭筋をつけるために腕立て伏せでしたりダンベルを使ったトレーニングをしました、はい、またその精神面でのモチベーション向上のために自分から率先して仲間にバク転の補助だったりですとか、ダンスのパフォーマンス中に接触してしまって怪我をしてしまったので、もう二度とそういうことが起こらないようにしっかりその自分の立ち位置を考えて、もう次は絶対にぶつからないように絆を深めました。かつもっとパフォーマンスが向上できるように、みんなでもっと綺麗なバク転が飛べるように、ダンスのパフォーマンスも向上できるように絆を深めて精一杯努力しました。なるほど。最後はできるようになったんですか。はい、結果的にバク転が飛べるようになって大会に出ることができました。実際に大会でも準優勝を勝ち取ることができて、すごいですね、はい、私はそのことからチームのメンバーにアドバイスを求めることの重要性でしたり、またその
問題点を解決するために具体的な策を講じて実際に実行することの大切さを学びました。もし同じようなことを他の人があったら宮下さんはどうしてあげますか？まず話を聞きに行くかなと思います。こう自分なんかいらないんじゃないかでしたり、もう誰にも相談できない辛さっていうものを怪我をして味わっていて、必要とされていないんじゃないかなって思ってしまったことが一番辛かったです、だからもしそういう私と同じように怪我をしてしまった子がいたら、自ら率先してこう話を聞いたりですとか、また自分自身が乗り越えた方法などをお伝えして少しでも糧になりたいなと思います。わかりました、ありがとうございます。ダンスでバク転やってたら運動神経めっちゃいいんじゃないかなって思うんですけど、で学生時代はじゃあもうずっとメインはバイトがメインなんですか？そうですね、大学生はアルバイトがメインで活動してました。今はもう働いてるんですか？いえ、今は株式会社ダイアリーで長期インターンをしています。なんでインターンしようと思ったんですか？株式会社ダイアリーで長期インターンを始めたきっかけといたしましては、私自身就活をするにあたって情報を全然知らなくて困っていたっていうことから、自分が情報を配信する立場になれば、自分も情報をもらえるんではないか、またその自分みたいに困っている子がいたらその子に少しでも情報を提供できるんではないか、私みたいな子が一人でも減らせるんではないかと思って始めました。始めてみてどうですか？情報はいろいろ得られてます？はい、そうですね、こういうとてもありがたい機会もいただけたりですとか、実際に元人事されていた方からフィードバックいただけたりですとか、またこう情報配信するにあたって自分でもっとどうしたらユーザーの方に届くかなっていうのを考えながら就活をするようになったので、就活に大切な情報っていうものが頭の中で整理できるようになったかなって思ってます。なるほどなるほど。将来はどんな仕事したいですか？何でもしていいよとか何したいですか？はい、私はこう営業のスキルを追求して、将来はマネジメントをしていきたいと考えております。マネジメント能力を培って自分のチームメンバーが自走できるようにしていきたいなと思っています。最初は営業なんですか？最初にその営業職というのを選ぶ理由といたしましては、営業職が一番その実際に顧客の意見を聞けるからという理由です。顧客の意見が聞けるとそこからどうつながっていくんですか？顧客の意見を実際にこうお伺いすることで、もっとどういうサービスが求められているのかでしたり、もっとどういうものが商品が求められているのかっていうものを直接一番聞けるのが営業職なのかなって考えておりまして、またそれを実際に企画する方でしたりとか、自分の企業に伝える橋渡しの役目っていうことで、自分の企業のことだったりユーザーのこと両方を幅広く知れるのが営業職なのかなと思って希望しています。なるほど。そうするとそこからこうさっき言ったみたいにマネジメントをしたいっていうのとどうつながるんですか？その私のこだわっている営業職というところに関して、一人でも多く自走できる営業職の子を育てたいという思いからマネジメントしたいというのもあります。なるほど。営業を自分で経験すればそういう風な人を育てたりできるようになるんじゃないかと思ってるっていうことですかね？はい。自走できるっていうのってどういうイメージしてます？営業職の面ですと、自分でしっかり考えて顧客の利益だったり自分の利益両方を効率的に上げられる方が自走できると思っています。そういうふうにした場合、自走できるようにするためにどういうふうに助けてあげます？まず自分が培ってきた知識っていうものを言語化して、それをうまく伝えること、かつ理解してもらうこと、実際に理解した後に実行するまでサポートすることが大事なのかなと思っております。その反面でサポートしすぎず、その子自身が自分で考えられるように情報を提供して、実際にこう成長していってほしいと思っています。なるほど。となるとそれがやれたとして、でやれるようになったとして、そこに宮下さんは何がこう自分の楽しみだとか幸福感っていうのを感じますか？私は自分の知識を誰かに還元できた時に、とても充実感が湧きます。でその理由といたしましては、私は小学生の頃から勉強だったり自分の知識を誰かに還元すること、そういう時に充実感を得ていました。例えばその簡単な算数の問題だったりも
ここどうやってやるのって聞かれた時に、あ、こうするんだよって言って分かってもらった時に充実感を得ていて、充実感というものは実際に分かってもらって相手が喜んで感謝してくれた充実感と、もう一つ自分も相手に教えることで、その教えたことに関しての理解が深まった自己成長に対する充実感、この2つを小学生の頃に学んで、将来はそういう人に何かを知識を還元すること、マネジメントのお仕事がしたいと思っております。ちゃんと知識も自分の持っているノウハウも還元もしましたと。でもその人は全く感謝もせずに、ただ単純にできるようになりましたと、はい、でも自走はしてますと。それでも自分の中でこう達成感とか充実感って得られますか？そうですね、得られると思います。それは何でですか？実際にその人から感謝されなかったとしても、うん、その人がその自分の企業に売り上げを上げて貢献してくれてるっていうことと、うんうん、自分がその教えた教え子が実際に成果を上げてくれている自分のおかげじゃないですけど、うんうんうん、自分が頑張ったことで実際その子が数字を出してくれてるっていうことに自分自身達成感を得るかなと思います。なるほど。じゃあちょっと逆のパターンで、はい、一生懸命教えてるのに、はい、本人も一生懸命やってるのに全然成果出ない子だと感じるんですか？自分も頑張って教えてるのに成果が出ない場合に、そう、相手が全然成果も出さない、感謝ましては、感謝もしてるんですよ。それはあの私の教える方法がダメなのかなって思います、うん、自分の教え方を振り返って改善しようと思いますね、うん、なるほど。それをすることで、まあ、いつかは成果を出すように頑張ると、はい、いうことなんですかね。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、では面接お疲れ様でした。ゆかちゃんどうでしたか？いや、本当に自分のダメダメさを実感したので、しっかりと振り返って改善できるように頑張ります。なるほど、ありがとうございます。じゃあ早速、はい、テラスの方から今の面接を聞いて一緒に働きたいと思ったか、はい、合否の方をお願いします。わかりました。では一緒に働きたいかどうかという観点で評価をした時に、はい、本当に思い浮かばないったらすみません、答えないです、いいです。でダメだから落とすっていうよりは、その人がわからないから落として、みんなで一緒に就活しようね。